万人気です。ようやく、63万人到達して、ちょっといつもね、動画の時間が長すぎるっていうことで、ちょっと今回、もう縁も竹縄なタイミングで回し始めました。はい、割とみんなこうほぼお腹いっぱいです。ほぼお腹いっぱいの状態から動画スタートです。新しいエビ、じゃあいただきますね。さっき一旦エビをいただきます。うわ、エビうまそう。わ、これエビマジヤバ。頭食べれる、食べれるよ。バカ焦げてるの、ヤバい、ヤバ焦げてる。エビ、いや、それ食える。エビマジうま。無理や、食える。なくない、うまと思う。焼けてない。これ卵めっちゃ入ってるじゃん。苦手なんですよ、エビが頭に。うまっ。エビやばいね、やっぱ。危なすぎる。弱い。無理よ。いや。食べた。危ない。焼けてない。やっと63万ですね。でも多分時間かかったもん。100万人まで駆け抜けよう。100万人やっぱ遠いなと思うよ、そう考えたら。遠いな。すごいことや、100万人って。すごい。あと37回。100万人到達したら、100万人記念旅行。え？手でやります。決定。決定ですね。ありがとうございます。いや、マジで嬉しい、それは。おいくん、確かに。山手線のどれか選べます。近いな。確かに。はい、近場です。めっちゃ、サブチャンスありますね。はい。その旅行して何かするんですか。いや、観光。え？いろんなとこ回るみたいな。日帰りですか。日帰り。なんやったらもう、朝から昼まで。とかなった瞬間もう終わりっすよ、マジで。いや、素顔案外良かったよ。マジっすか。良かったよ、ラファーで見たけど。あ、でもなんかやってましたね、お前、確か。まあ、逆にそれ観光地はあるかもしれないですね。はい、逆に渋谷とかの方が観光ってやるのむずくない。むずいっす。ないっすね。まあでもなんかガチでちゃんと旅行はやってもいいかなと思ったら100万人券やし、ダーツの旅やってもいいかも。ダーツ、あ、投げて47都道府県の、うん、それ投げる人重要っすね。確かに。ガチでね、鹿児島とかあったら、ガチで労力やばいっすからね。普段行かへんやんとかはいいかも。あんまり。大きいとこはまあちょいちょいなんかで行くじゃないですか。福岡とか大阪とか、北海道とか行くじゃないですか。絶対行かないですとかあるんで。ブエノスアイレスとか。遠すぎるやん、絶対。ブエノスアイレス。海外も加わるんや。世界中だ。やば。多分の規模じゃないやん。それはやばい。大西洋とかでやばい。大体多分海の方が多いですから。大西洋出たら終わりっす。海外交えてやばい。それカリブから。やば。100万人いたらあれやだって、旅行プラス100万人の記念のなんかやつを買うんやん。それ記念のお揃いみたいな。まあ、買おうかなと思ってます。やばくない、それは。なんかを。100万人記念のお揃い。それはそれ楽しみやで、まあ、100やからこそ、まあね、さすがに100っていう数字にかけて100均で やばすぎるんだよ。100均今買ってくれ。確かに100均のおそろ。めっちゃ肉来たよ。そこカレーのとこ。紙どれなの。これじゃない。それ油多そうだ。100万円均一ショップ出してほしいな。絶対売れない。やばやば。100均。YouTuber みんな目指しそうっすね。そうそうそう。こんな店できたら。そう。100万円のハサミとかなんか。100万のハサミやばい。ダイヤついてるみたいな。一個一個作ってほしい。うまっ。ちょっとホルモンだけ食べる。どう見る。頼んだ、燃やしたぞ。これは知らんぞ。心身、これも髪のこと言うな。心身、心身じゃん。食べなくてオーダーしてたじゃないですか。髪のこと心身、お前さん2、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 
そんな迷いありなんだあるな。いやいや、なおでだもん。責任持って食べるのダメっすよ。ありすぎやろ。マジだったらちゃんとか食べれたのや。でも今度頼むのと前さんか。で俺は亀の子人情ですよ。前さんが多分シンシンって言ったり。俺が亀の子人情って知らないもん。僕も知らない。初めて聞いたシンシン。どんな顔してるんだ。顔バカにしてきた。それは悪い。人の顔バカにしてきた。それは前さんの演技力すごいです。それは悪い。名前言ったんで出身だ。実は亀の下僕だったんで。その演技力。だから僕あれですよ。前さんが茂みから出てきてもちょっとプシュッって言いますよ。演技力一番あるやつも捧げたいと思います。さっきの顔やばかったマジで。どういう顔しました。リアルすぎて。じゃあ真似してください。ガチャをガチャっすよ。100枚した。僕らはあの卵焼きとかこれ味付け海苔欲しいんだよ。味付け海苔韓国じゃなくて味付け海苔の方欲しいんだよ。あるじゃん。でもなんかさっき食べたら味付け海苔です。味したり頭の上。キュウリ、キュウリ、キュウリの上味付け海苔卵欲しい。メニュー、メニューってやつ。いや、ワンチャン言ってくれるんじゃん。韓国ならもう5くらい頼みましょうよ。ないな。味付け海苔めっちゃ好きなんだ俺。味付け海苔好きか。あるな。ここに入ってる味付け海苔うまいから。味付け海苔みたいなのあります。韓国海苔。そうですよね。で韓国海苔2つで。韓国海苔2つで、はい、しまいました。メニュー何本でいらない。大丈夫です。ハマグリはいらない。はい、ありがとうございます。ハマグリ剥いちゃいました。これ剥けるか分からない。ハマグリ剥いちゃいました。剥けるよ。あ、肉焼けてきたの。ハマグリの生でも食う。いや、俺も無理や。頼んでない。ほんまに無理や。リアルに言うからパンパンやから。まあ、だからいろんな味で楽しめば。無理無理。まあ、もう大人みたいになってる。いや、無理っす。肉の重さがっすね。これ一番この中で食えないの。横取り、横取り大魔法みたいになってる。前田君、シンシンっすよ。多分美味しいっす。うまい。うまい。高井さん、まあ、じゃあ1枚だけもらっていいですか。じゃあいや、全部なんだやばい、1枚食うんで。でも、6階さん、俺からあれだもんね、タンクですよ。いや、多分タンクじゃなかった。まあ、でも仲良く、3人食べてどうですか。確かに連絡的に。ああ、お前絶対関係ない。名分量も食ったやん。いや、そこはもう最年少と最年少で争ってください。え、巻き込むなと。いや、ガチで誰が頼んだ。いや、100枚参戦で、だってメニュー見せたら。いや、俺ほんまに、インターネットにかけてこれ、ほんまノーカットやからいいけど、あの、亀の子2つ俺頼んで、これでいっそうと思ったら、佐々木さんが、大辛子2つ持って言って、これで、大辛子頼んでた、俺、ほんとに。なんかよくない。メニュー見てなかったもん。俺、マジで前さんかと思ってた。いや、メニュー見てなかったの。いや、見てたっすよ。佐々木さんで、これ、こうやって見てて、俺が亀の子で、でも基本前さんがあの仕切りで頼んでるじゃないですか。だからメニューの向き向こうじゃないですか。僕逆さんとか持ちてるそんなの。俺もほんまになんか俺が嘘ついたみたいになるの怖い。本当に言うとほんまにそう。さっきのおかしい。なんかどんなのこれは。どんなのこれは。俺これは俺食うけど、その髪の子唐辛子っていう髪の子はちょっと脂肪が多いんだから俺それは無理やから、俺は髪の子だけ頼んでから唐辛子を追加されたよ。誰にですか。誰にですか。誰にですか。忘れつけかよ。だからさっきはちょっと絵に出たよ。いや、まあ食べますよ。そしたら全部他のところに置いてください。さっきはなぜですけかよは全然絵に出てない言葉ですよ。俺さ、聞いたことないぞ、だから。なんで、なんで、受けすぎ。これ何なのかな。めっちゃ来た。ヘディ。俺か。熱くないの。熱いかも。これ
大体こう、すいません、これも下げてください。はい、失礼いたします。うまそう、冷麺うまそうだね。冷麺一口もらったんじゃない。一口だけ、一口だけ。まあシェアするのはまあ優しさだからね。十分やで、東先輩。まさか絶対冷麺食べる。冷麺だからなんかハマってもだよ。マジに好きな人に。そうですラーメンか、冷麺つけちゃって毎回食べますよ、ね、なんかもう決まってハマったらマジうまいな。なんか寿司屋の茶碗蒸しみたいな存在になっとる。これもくれるんですか、ね、くれるんですか。入ってないもん、ほらやばくない。入ってないから、もうちょっと取ってナイス。これもう一口です。これも一口で食べたい。パワフルじゃなくて食べようと。これはミスお腹いっぱいって言っとってないから。おいハオハオハオマジで無理どこだ、これなんですか。これ多分カルビですよ。カルビは俺絶対じゃない。カルビ頼んだからだって他のメンバーやろ絶対。俺頼まないもん。カルビないよ。わかんない。こんな油ないと俺頼まんもん。いやわかんない。これカルビかどうか。はい、あでも名人が1枚食うんで俺も1枚食って。高橋メンバー。高橋メンバーが頼んだ。いや正直僕メニューを見てないです。え？高橋メンバーじゃない？本当のこと言うと？捧げメンバー。本当の話って出てたロケマだよ。いやいや俺頼まないですよこんなの。俺高橋頼まない。いやトントロはロケません。トントロはっきり言うだよ。トントロと花見は食べましたよ。頼んだよ。食べたもん。はい。あと誰が頼んだ。お前さん。いや別に違う。仕切りマイスが出たのかな。セパレートマイス。きっちり仕切っとったよ、マイス。仕切ってない。全員がオーダーを聞いて、おいし仕切ったからよ。もうマイさんここでいったら軍師じゃん。だからもうマイさん、ありょうせん諸葛亮、こうまい諸葛亮。キングがまだ読んでないな。読まないと腹痛い。めっ自分が待ちに待った漫画が最新刊出た時ってめっちゃ幸せじゃない。幸せ。でもリベンジャーズマジで今超ハマってるんで早く新刊出てほしいんですよ。もらえるもん絶対見てないでベンジン、誰が一番好きなんだっけ、リベンジャーズ。いや、マイキーです。竹道好きなんですよ。あんま好きじゃないだろう。手やあんま好きじゃない。手だけってやばいこれ、多分入れたらうまいって。これひたひたしたら絶対おいしい。うかつか。まあまあ。焼き海苔。うまこれ。韓国海苔沈めてめっちゃ合いますよ。熱すぎて飲めないな。もう一枚。普通に。締めるべきです。塩分やばそう。意外と遅れてるとか。よっしゃ、うまい。美味しいですよね。冷凍ってユッケちゃんブーム来とるわ。じゃあ俺の中に辛い眠りやから。そんな辛くないですよ。だからちょうどいい辛さやけど辛くはない。美味しい。よりマジで美味しい。食いついてます。
海苔うまい。無限にいけますよ、海苔。これで100万記念まで、なんかその、あれはないんですか、なんかその70、80、90の節目には、なんか変わったことないんですか。欲しい。欲しいですね、なんか。ね、マリさん。欲しい。提案したい、これやらせてくださいって。いやそれはなんか特にはだから旅行を、いやだって旅行を100万に持ってきたら、まあ、70、80、90で何かすることあるかなってなるじゃないですか。まあ、70万人旅行、80万人旅行、90万人旅行みたいなのもありやん。あー、なるほどね。取れるもんな、別に取ろうと思います。もうそれは全然あり、日帰りでとか全然ありやし、結構まあ労力を使うっちゃ使う。だって5人動かすってやつあれやもん。1日使うと結構でかい。しかもそれをサブにこれ。それメインやんか。確かに。70万金。ここに行く旅行しようよ、もうすぐ。グランピングみたいな。まあ、あれや、確かにメインで再生されるもん、ね。じゃあやっぱそう考えたら、100万人記念だけやわ。確かに。で、70、80、90は、まあ、なんかやってもいいけど。まあ。まあ、使っても2、3時間がいいな。じゃないと。さすがに移動込みで、ね、そうやったら俺も普通に個人的な願望としていただきストリート大会の。ああ結局やってないもんな、あれなんか前言っとったやん。そうやるって。スマブラあの2時間耐久であのやり続けて賞金作って、賞金が70万とか。そういた人で、それもチーム戦でやるんで、しかもそのチーム戦もある程度拮抗した状態のチーム戦を作って、で勝ったチームに70万で、後日その70万をそのチームのやつを使うっていう動画が上がるみたいな。なるほど。ああ全部で、そうそう、セットでできるし。確かに、うん、それはありかも。ありかも。70万記念じゃあ何か再開するか、いた人もやりたいし、まあ5人でやるっちゃったら、いやでもだから2人1チームでやったらいいんちゃう。 あとはスマブラと、まああと何があるやろな、マリオパーティーとか。まあでもまあマリパか、個人的に楽しいのはあれやもんな、いた人か桃鉄かスマブラか。俺らが盛り上がれるやろ、そっちが。確かに。2つ4人でしかできんかな、あれ。そこが弱点。スマブラも5人でチーム対決ってやつから。あ、チームじゃないか。大乱闘。個人戦のなんか。個人戦でも全然光さんが前さんしか残んないっすよ。毎回。そこはどうするかな。ハンデつけるもんな。だからチーム戦じゃない。チームで分けてやるなら、もう兄さんに分かれるなら俺と前さん VS 3人つけて。いやー勝てるかな。あ、だから逆にそれが挑戦でもいいですけどね。俺と前さんって別に70万ゲットしたところで別にもう持ってるじゃないですか。はい、はい、光と前津から70万分取るみたいな。あ、140万毎回。そう毎回。そうだから70万、80万、あ、90万、そのためにスマホが上手くなってれば勝てるじゃないですか。確かに。そうで負けたら次80万の時まで鍛えといてくださいっていうのもありそうですけど、ね、それ一人一人が70万もらえるんですか。なりそうなんだよ。違うやん、動画で70万や、総合が強欲すぎません。いやいや、今言い方言いそうじゃなかったから。いやいや70万切れやん、70万の賞金の中でっていう。それでも出せるけど全然余裕で出せるけど、70万で。でもそこ合わせて70万の方がいいじゃん。それミクセン賞金ゲージがやっぱあるわけやから。確かに。合わせて70万で3人の挑戦っていう、うん、で俺と前さんのコンビをどう崩すのかっていう。めっちゃいいなそれ。えでもだってチーム戦ですよね、兄さんの。そうっす、それは崩せると思う。ガチですか。ワンチャンと思って。いやーでもどうなんだろう、兄さんやったら確かに全然あるやん。兄さんは強いから。今でも勝てるんかな。勝てる。どけまさしじゃないとか 1.5 って感じ。絶対しないでください。腹筋ミスがなかったら、ね、ソルでなかったら圧倒できたとしてもチーム戦でやるとまた別やから。まあ確かに。だって本当にちょっとはめられたらすぐ100%持っていかれますからね。うん、どうやろな、確かに小村を使うやつが増えてきとくからな。須崎さんもロケマさんも小村使う。足止めできるかな。でクッパはクッパやろ。小村小村クッパ結構うざいもんなってなってくると。でも3人になったらもうベースの方がいいよ。いや小村いきます。僕の背の小村は弱いよ。
今日はじゃあ、この前佐々木さん倒したんですよ、俺、僕らが。倒されてる。あの、三人台だったんですよ。倒したんですよ。対マンでも倒したんですよ。記憶にないんだけど。最近ね、ホームラン鍛えてるんですよね。もうちょっとベレスね、きついんですよ。なかなかホームランはなんか対素人用のホームランっていうのはもうなんかもう横火を連打してくるから、そうか、まあ、チーム戦の時に打てる、まあ、3人か、確かに結構やっとうからしても全員前までって結構やってなかったよ、6番とか佐々木さんがだから圧勝できたけど、チーム戦は実力差が埋まりやすいから、うん、で俺まあソロやったら名人と佐々木さんにやってもまあ言ってもまあ結構圧勝する、ロケマスとやっても多分まだ圧勝するレベルだけど、タッグ戦になるとやっぱ結構上手いもんだ、誰か一人にだって執着してると他から殴られますからね、うん、違う角度からやっぱ3機多いのでかいですよね、でかい結構確かに70万2件じゃあそれでいいの、いいっすよ、たいや多分勝つっすよ、絶対勝つ、70万件いいっすよ、やりましょう、それぞれちょっと家で鍛えましょう、ファイナル大丈夫ですか、勝ちます俺は。今日は。だから錦野君と佐々木さんのコンビは負けたんですね、俺ずっと。はい。まあ2-2なんで負けたんですね、あれは。え、そうなんですか。え、ここ2人と錦野君入れてですか。そう。どうなんだ。マジ？でもここでぐらいの差はあるけど、まだもう。入るから。そこに1人入ったらどうなるの。全然変わると思う。結構やって。一回も勝てない。あ、佐々木さんたちは負けたんだ。ああ、そうなんだ。そう。リクちゃん、光さんたちは負けたの。俺が2人組んだら結構強いですよ。いや、そうっすよね。多分。だからなんか負けてたかと思ってびっくりしたよ。いや、でもどうなのな。まあ、ロケマさんがどれぐらいなのかな。いやー、俺と前さんで、佐々木さんの名人やったら、めっちゃ余裕で勝つから。そこでロケマさんがどう聞いてくるかって。ロケマさんってなんか調子いいのと悪いのもさ、すごい気がする。そうっす。なんか調子悪い時、マジ復帰ミス2回とか3回普通に死ぬんで。なんかそのルール決めてね、なんか何ぼ選手とかやったら絶対おもろいっすね、こっちは負けたらどうなるの、こっちは負けたら、負けたらバンジー、やばいですよ、ええバンジー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 、じゃあその3人でバンジーでいいんだったらバンジーっすね、いやだなんかないと例えばそのリスクは取らへんかったら、同じかバンジーでもだって70万に引き合いにするってバンジーぐらいしかできないっすよ、バンジーかボールですか、もう小指とかちょっとなくなっちゃう、小指の方がいいっすね、バンジーだったらじゃあやれよ、自分で出てな、いやロケマスだけ小指な、いやいやだってガチでバンジーするんですか、でもそれぐらいのでも70万じゃそういう額やん、どう考えても賞金レースの肉ってのあれ、じゃあ俺いらないな、じゃあ俺いらないな、えじゃあどうか、なしじゃあ2対2で頑張ってください俺いらないバンジー飛ぶだったら70万いらない、全然いらない、やばい飛んだけどバンジーが死ぬほど嫌だってこと、そう勝てばいいんだよ、いやだからそういうわけじゃない、負けたらリスクを考えるそのメジンもちょっとそのメジンじゃあ逆にビビってるんですか、2人2対2で戦うことそれ負けるのうまくなってるから、メンタル弱いじゃないですか、メジンもそれもう負けるって思っちゃってる、そうだからダメなんだそれは、いやもうシングルで負けるからでも佐々木さんいるじゃないですか味方に違うだからシングルでそれぞれ負けるからああなるほどね、いやでも70万のバンジーは俺にとってはちょっとまだ軽いですね、天秤にかけれないっていうか量りにあれですよね、バンジーはちょっと無理だな、いやロケマスだけ何もなしでやってみちゃう勝っても負けてもなおやしい、勝っても負けてもなおやしい、でも別に俺ちゃんと審判してますよ、さ別に見てても面白いけど、なんか勝負にならんねとか CP レベル9、ああ確かに CP レベル9はい入れるってこと、入れてのイエスマンです、それ CP レベル9はランダムなんですか、選んでくれても完成だったらいけんじゃないですか、めっちゃ分かったよ、ええんかな、コンピューターの感じはみんな CP 全然強くなかったんですよ、まあピカチュウの方が強かったです、サムスが多分強いです、あそうなんですか、遠距離持ってますもんね、まあ、そこはもうどうするか待ってるけど、あのサムスの投げ結構うざいよ、長いしあれ、うん、ネジ結構してでもロケマスも参加した方がおもろいからさ、まあそうですね、せっかくやからな、確かにお前だけで激辛ラーメン挑戦とかでいいんじゃん、動画にもなるし、激辛強いもんな、あーいやそっちは嬉しいっすね、バンジーの組と日本とリレーそれで
確かに。そうしましょう。それか3人で激辛調整どれかする。めっちゃ辛いのにしますか。だから、あの、相馬さんたちが食べてる宇宙ラーメンぐらい、あの、マジもう本当は鼻水とか止まらないぐらい。具合悪くなるって言ったの。あれマジ死ぬらしい。はい。じゃあ、運ばれるっていう。あれ病院かららしい。それはやめましょう、じゃあ。それは100万人って言ったの。俺聞いたで、マジで、5人食べて4人病院から行ったの。あ、そうか、あの人たち病院行ってたんだ。病院行ったの。じゃあやめましょう。それはマジで、あれは危ない。だから、蒙古タンメンとかでいいんだよ。わらび餅もめっちゃ軽いじゃないですか。いや、これ辛い、普通に店だって。あ、店ですか。店の。バニラと抹茶マスカルポーネのバニラ。ミルクレープあるっすね。ミルクレープ食べようか。ミルクレープ一つだ。こちらもバニラと抹茶とマスカルポーネアイスでございます。抹茶で。抹茶で、はい。杏仁豆腐。杏仁豆腐で、はい。とバニラ。とバニラアイス。杏仁豆腐が。いや。バニラ。杏仁、いや、だから杏仁豆腐とバニラ。バニラで、はい。ユズあのアイスで、あこれ二つで、はい、ユズを二つ。二つで、はい。北極ラーメン行きますじゃあ。あそれです動画的にもおもろくない。どうせソロ調整でいいのそこじゃ激辛。はいじゃあ二人バニラ、まあ。どっちを選んでいい。まあ俺はまずもういいっす。ガチいけるんですかね。マジで。安全やもん。いやそれはそうだけど。一瞬やもん。ぶっちゃけでも一瞬じゃない。飛んでる時の感覚、高いとか飛んだことあるんだよね。安全やもんだって。高いとか飛ぶ時ってやばいんですよ。俺なんか8メートルぐらいから飛んだことあるんですけど、あの川に。もう8メートルは結構低い。低い。それどうやった？でもなんか8メートル低いやろ。空中の時の感覚がやばくて、なんかそのふわってする感覚。デッドコースの感じだろ。ずっとその感覚が続くんですよ。ジェットコースターのほとんど僕も一緒っすよ。絶対違うっすよ。だっていろんな人ができたわけや、あれ。だって頭から行くんすよ、こうやって。安全やもん。いや、まあ安全だよ。いや、まあそうっすけどね。まあ、そこでもチームで話し合って。もう、僕はソロでいいんだ、ソロで。で、からで、2人がバンジーでっていう。2本取るし。まあまあ。笠井さん、辛いの苦手でしたっけ。まあ、得意ではないと思う。バンジーの方がいいっすか。マジ辛いの一人で食べるの結構しんどいな。めっちゃくちゃいいだもん。強いからいけるんかも。いやでも北極は食べたことないですね、正直。やばいって言われてますけど。絶対やばいだ。これ Uber で蒙古タンメン頼んだ時めっちゃ辛かった。北極じゃなくて、普通の多分3辛とか4辛ぐらい。いや、めっちゃ辛かった。俺からするとめっちゃ辛かった。食えなかった。マジですか。カップラーメンってどんぐらいなんですか。あれ多分、まあ、あれやったらまだいけるわ。カップラーメンは北極じゃないんじゃない。北極じゃないですね。蒙古タンメンじゃない。あれがもう辛いよ。あれはいけますよ。でもそんなの負ける雰囲気漂っとるやん。70万って言えば何に使うかの話しましょう。そのなんかマイナスなことばっか考えたらね。分配、あ、それ、あの、分配方法も70ゲットしたからじゃんけんで1人が取るのか、分けるのか、でも動画的には面白い。そこも面白いから、確かに。そこは3人が、まあ、決めてもいいんじゃない、うまく。でも確かに分けたらちょっと少なくなりますもんね。22?23? 25とかぐらい。あ、それは確かに。確かに、そうなってくると、1人が70。踊りは面白い。か。35-35で、一人はなし。あそれやばすぎる。それもありですね。どっちかでいいじゃないですか。中途半端に勝てればね。でも俺全然負けへん気がするな。俺全然負けへん気がする。結構まだ差があると思うよ。結構先からでもまだ70万って。もうやりたそうだよ、他にも。やりたい。もうすぐですよ。もう60万記念でやろうよ、それ。いや、もう終わってますよね。過去のもできるんですか。できます。やろうよじゃあ。いややばいでしょ。だって勝ったら。いや今やったらやばいじゃん。さすがもうちょっと練習した方がいいですよ。いやでも今しかないできない。もうだって光がこれ出たら。そうそうそう。もう帰ったらやろう。3人やる？結構ある。帰ったらやりましょう。一回練習しますね。黙ってもう黙ってもう練習した方がいいからもうやらないで。だってもうバンジーあるんですよ。だから別に2人はバンジーもう罰ゲームと思って。もう OK って言ったやん2人は。じゃあバンジー変えたよ。罰ゲームだと思ってないな。じゃあ6番なんか手ある？あー、佐々木さんは、あの、巨大動物と一緒に24時間ですよ、生活してる。巨大動物と多すぎるよ、巨大動物と24時間やめる。飯坊主かな。
え、俺だって坊主マジでどっちがいいやん。いや、それは坊主でしょ。そんな坊主で。坊主やったら何本やったらやるん。そう、こういう勝負があったとしたら、何本やったら坊主になれる。すごいね、人の坊主をさ、お金で買ってる。そうそうそう。いやいや、それ聞きたかったよ。お前さん、それもう。坊主にしたら金くれるの。逆でしょ。え、坊主にしたら金くれるって。どこまでかけれるか。ウィッグかぶればいいじゃん。あ、なるほどね。最終的にね。どこまでかけれるかなと思う。髪の毛は無理じゃないですか。どこだろう。あ、なんか別にそんなパッと出てこないですけど、でもとりあえず坊主は一番安くて罰ゲームだから。へぇ、逆に好きな人がその瞬間終わんないもん。そう、ずっと1年間、2年間とかあるもんね、そこの長さまで伸ばすまで。坊主嫌だ。バンジーとかも一回飛んだらもう一回飛びたいとかなるんですかね。もう一回一回も慣れてもたら、まあ、いけるんじゃない。そうっすよね。気持ちよくやろ。タワーオブテラー行ったけど意外に強かった。俺あれ無理っすね。でも60万でそのバンジー、まあ、今回負けたら70万でもバンジーじゃなくなるもん。さすがにスカイダイビング。違う違う。それもメインチャンネルやった方がいいでしょ。どう考えてもあんま取りやすいなってさ。確かになんかわかんない。むずいじゃないあれ。なんかまあリアクションができない。サクサクなんか普通に楽しみそうやもんね。なんかもうあれすらだってジェットコースター好きやから、やそういうのも楽しい人がおるから、おるから。全然大丈夫なタイプがおるやん。ジェットコースター行けるの。じゃあもう俺ジェットコースター無理だもん。名人もって感情がないから。オフにできたら全然一瞬その瞬間。名人バンジーした時も顔無だった。マジヤバいですよ。そもそもちゃって多分無でいけるよね。無でやれって言ったら、まあ、多分いけるんだけど、僕も多分無でやれって言われたら無でいけるんだ。何メートルぐらいのバンジー1回によるんじゃないですか。普通ぐらいで、ね、普通ぐらいなんですか。バンジー200とか。俺なんかあの橋の上から飛ぶレベルなの。下の川でも何百メートル200とか。そんな橋ある。え、なんかさ、だから日本で一番やばいぞ。あ、ラファーさんの行ったやん。あれ、あれでも行ってだって200もないやろ。あ、そうなの。あるんか200は。まあ、あれやばすぎてる。やばそう。50メートルぐらい。もう何メートルでも多分あんま一緒やと思う。そこまで来たら一緒。ほとんど変わらんけど、やっぱり一回気持ちよくなったらめっちゃ気持ちよくなっていきそうですね。あれは解放感すごそうやし、慣れれば。俺は苦手やで。いや俺も無理だな。でもそれやる。どうする。60万金だから俺激辛で。激辛分かりやすい。蒙古タンメンでいいんじゃん。一番有名やし。北極でいいんじゃないですか。まあ、僕もよく分かんないですよ。って言って、マジで腹すかしとこ。そこ関係ないんですよ。いや、で全部食べないといけないじゃないですか。お腹空いてるので。まあ、別に汁はいいとしても、麺だけはいった方がいい。ああ、マジですか。じゃあ、麺はいきます。じゃあ、汁は多分ちょっと。じゃあ、わらび餅の。俺もそれはなかった。圧倒的に体重高いじゃん。辛いの。うわ、めっちゃ美味しそう。水シャーベット。はい、ありがとうございます。あ、でもまあその、うわやばそう。まあその、大事よな、試金石になるというかさ、どのぐらい俺らと差があるのかっていう。まあ確かに。そもそも、その最初の時点でそっちが3人強かったら、こっから先ボーナスでずっと。確かに。俺らが強くならんかぎりさ、だって俺らが強くなるとむずくない。違うやつを考えてんじゃん、それはじゃあ。70万からは。いや、でも、その場の方が分かりやすいじゃん。やっぱ使うキャラ変えたりとかね。あいつさん、どうしても嫌なの。だから、僕なんかバンジーそんなにきつくないじゃん。70万そんなきつくないじゃん。確かに。まあね、毎日70万以上入ってくるんで。俺は簡単に渡したくないから。なんかそれと、いやいや、それはお前が頑張るしかない。だからお前はホームラン使って頑張って。俺は最初誰で行こっかな。誰が嫌やろ。さすがに俺もホームラン使えるってこと判明したやん、ちょっと前にやって。いやでも多分まあルキナかな。もう成功法言った方がいいよ。ルキナでクッパはめるっていう。とりあえずマジで慎重に行こう。俺はルキナか今回だけは。俺リザードンかなと思って。リザードンがルキナかカズヤかホームランのどれかで4パターン入れ替えていこうと思ってて。え、これ帰ったらもう60万やるんですか。え、やります。やりましょう。やりましょう。じゃあ帰ったら60万、はい、マジで言ってじゃ楽しい。この今のてか下手すとまたやろうよ。おもろい。まあ、俺らがおもろかったら何でもいいやん。私とやりたくないな。別にバカで怖いからさ。ひどかったな。佐々木さんとイタスとやりだしたら多分ハマるっすよ。佐々木さん普通にハマると。めっちゃおもろいっすよ。結構ビジネスマンとかが好きそうなやつ。株とか。おもろいっす。不動産を買って
みたいな、株買ったりとかしてみたいな感じなんで、自分でなんかでかくして、結構おもろいですね。家はでかく、そのマス止まったらその人が金を調子出てみたいな。なるほどね。なんかビジネス的な人生ゲームみたいな感じですね。おもろいですね。さすが桃鉄みたいな、なんかぐるぐるしてレベルアップするみたいな。はいはい、桃鉄は好きやもんな、イラスト。まあ確かにイラストおもろいな。まずはちょっとこの勝たないで、その賞金決めときましょう。分配分配もうで次はその勝負ついてからよくないですか、じゃんけんで。分配するかと。30-30か30-30が僕は面白いと思いますけどね。主人さん提案やけど名人と6番差。じゃあ佐々木さん上手にいいよ。俺と名人どういうことどういうことそれが面白いんだな大丈夫いやでも賛成です。何ほら、賛成だいいですって、これはまた責任取ってもらえいいよ、だそしたらなんか僕あ、でもダメか、だからどっちにち負けても飛ばなきゃいけない。プラスがないプラスがないただスマブラ参加できるっていうだけです。25-25-10見て、あ、面白い面白くないみたいな。でもいや、そんな面白くない。0-0-60-0-0-60やばいでしょ。それが一番面白い。面白いそれが。レジになる、それそういうとこ好きやで、俺は。俺もそういうとこ買うな、これ。どうするよ、6万、それは。お前はさ、現実を見すぎやん。まあ、お前はそれ、金じゃないっすよ。じゃあ、なし。いや、いや、いや、嘘だよ、それは。お前、結構正気ですよ、金当てにしようやん。お前、確かに。お前、金なくてめっちゃ困っとるやってんやん。ガチ、ガチ困っとる。自腹なんて、ガチなかったときやったやんけど。あ、あった。めっちゃ綺麗やん、かった。なんか売ったときあったよね。アクセサリーがえ酔ったやん。なんか売ってたよね。一回アクセサリーが金がなすぎるからもうちょっと売らないとって言って売っとったやろ。なんか乗り換えかなんか。え売ったアクセサリーかなんか。あれメルカリ売ったやん。確かに売ったやん。ビトンですか。ビトンありますよ。ビトンじゃなくて多分なんか昔付け取ったアクセサリーかな。え俺じゃなくないか。いやいや、なんか言ってましたよね。言っとったら入れたじゃない。売ってはないと思うけど。売ってないですよ多分。俺アクセサリー売ってないですもん。メルカリは今は最近お金余裕できた。まあ余裕というか、まあ普通ぐらいです。一番多分加熱が荒いんで、こんな絶対だと思う。いや俺でも加熱が荒いと思いますよ。でだから金は欲しいわけですから。いや、まあ金は欲しいっすよ。それどれぐらい月どれぐらい使う。でも食費だけで20万超えます。ええウーバーしたら超えるかも。やえウーバー結構やばいっすよ。いや食費20もいかないから。20ってミッド。でも天地部とかも確かそれぐらい。 俺よりすごいよ食費。それ言って20もいかないか。20よりちょっとやばいじゃん。やばい。まあでも、もろもろとしたらカードが普通になんか1億7000円とかって言ったもん。たまに全然行くみたいな。たまにっすけどそれ高いとこ頼んだらね。ないもん7000円ってやっぱ俺外っとるやん。だから多分聞いてくるやん。多分入ったら入ったけど使えるタイプの人間だろ。確かに。まあそうっすね。どうするじゃん、6万円。どうするよ、その70-00で行くのか60-60ぐらいでいい。そしたらおもろいやん。60-00運命のじゃんけん。じゃんけんするぞ。ゼロ2人寄った方がちょっとゼロ2人寄った方がちょっとあれじゃない。気持ち的に仲間意識できる。ああ、確かに。ソードレギュラーいらないですけど仲間意識。じゃんけんか。勝てばいいからな。確かに。でもその60万何使って結構むずいですけどね。だから動画撮るわけですよね。むずくないですか60万って。めっちゃハイグラス買ってくれてもいいやん。めっちゃ食べちゃえやん。日々主欲を肥やしてくるだ。別にギャンブルに使ってみした。60万で。そっちはおもろそうっすけどね。ギャンブル。絶対ロガサギャンブルやるんだもんな。ブランドもだいたい。ブランドはいらないからね。じゃあギャンブルするのか。この前買いましたもん、ブランド。まあ。いや、むずいっすね。でもギャンブル。ギャンブル60万かけるの。競技とかいけるならいいですけど、スロットとか無理じゃないですか。スロットって無理やね。競馬から。でもあれで、携帯でかければいい。分かるよ、確かに。確かにな、携帯でかけれるもんな。うん。あとなんだろう。超高額な。何か。楽しみやな。結構ガチガチの戦いになったな。レイジちなみに勝ったら何使いたいの。60万でしょ。むずいな、60万か。60万ってむずい。いや、家電買うかな。ああ、確かにそれありさ、俺も洗濯機買うかな。家電
バカやつ、やばいな。洗濯機30万ぐらいするね。まあ、いろいろ何個か洗濯機なんだよ。洗濯機欲しかったら俺言ってくれたら俺買ったんだよ。じゃあ買ってください。ドラム式意外に俺何か買ってくれって言われたことないから。ああ。じゃあなんで言わないか知ってますよ。買ってくれるからって逆ね、逆のパターンなのね。そ買ってくれる前にはみんな言うけど、そう買ってくれる前には逆に言わないんだよ。俺を取って金焼いたら大体俺が買ってあげるじゃん。俺側につかないし。おお、ええでって。そこはやっぱ貸し取ってほしいな、俺は。前さんはね。前さんでも目光らせてますからね。まあ、前さんはね、万人ですからね。金庫番って言われたから。渡さないと。大丈夫、大丈夫。別に石川さんの金から出るんだとよくないですか。いや、ダメです。それ、石川さんの金が出るんだと俺の金でもあるから、やっぱ。それは許さない。まあ、それもダメってことです。まあ、でもやっぱり即走金の手に入ったら、やっぱり、わかんない。確かに、確かに。使ってくってこと。60万って大金やから、どう考えても。30万洗濯機、でも、って言ってる前さんが、もう、ようわからん、靴15万って買ってる。確かに、石川さんの金でもあるってことでしょ。なんで君の理論、達成感あります。だってないし。いや、お客さん持った。いや、もうあれはね、ちょっとしてダメだったんですよ。父親として、土井さんが言ってあげた方がいいんだよ。あれはもう、どう考えても。関係ないよ。俺がさ、そのたまに靴買うよ。たまにじゃないですよ、これも。関係ない、関係ない。俺はだって今リザードの靴履いてますからね、ちゃんと。確かに。俺はもらったやつがリザードやな。絶対。あれもリザード履いてます。今ですよね。結構履いてます。お前履いてました。入ってた。いや、リザードの靴めっちゃレベル高い。いや、めっちゃレベル高い。高い。高いやつ。もらえないんですよね、なぜか。届かないですよ、ね、確かに。確かに、届く悪いですよね。服もなんかなかったりしますよね。これめっちゃいいっすよ。いや、それマジで。それ僕ら、まだもう来てないんで。なんで前さん持ってるの。前さんからなんか持っとるよ。俺はアクセスにもらった、これ。アクセスさんに。そうそう。アクセスさんも一着。これめっちゃいいっすよ。お会計あげてね。はい。これめっちゃいいっす。これね、このシャカシャカに次ぐぐらいのヒット商品だと思います、これは。こいつマジ万能っす。はい、欲しい。薄いもんですよ、これ。だから薄いし、着やすいです。デザインがめっちゃいいです、肩が。肩がかっこいい。M 着てるんですか、それ。M? M かっこいい。まあ、あとは今、ロケマさんが着たやつも販売されれば、これはもうヒットすると思います。これめっちゃだって、結構視聴者から。これは、これは次に多分発売予定。これはね。あとマスクやっぱレベル高いと思うな。マスクはマジでいい。しかもマスクガチで手洗いとかですやってもめっちゃ綺麗になるじゃないですか、うん、普通に。これこのマスクができてからも他のマスク一切つけてない、うん、一番つけやすくない、これ。名人ぐらいもんなって、このマスクつけるの、まあ、何やら名人、これこんないいの。こっちもいいっすよ。マスク俺昔これやっとった。話せるぐらい。俺今これ痒くなる。なんか毛糸みたいな、かゆくなって、なんか毛羽毛羽そう、毛が、なんかちょっとちっちゃい、なんか白い綿みたいな、あれやん。俺それがかゆくなって、それやみたいな。これフィット感がこれめっちゃ良くない。なんか、あの肌触りとか。あと耳も痛くならないし。そうそうそう。辛そうやな、うん、めっちゃいい。呼吸もしやすいし。確かに、だから俺も最近これしかないもんな。むしろこれ最近判明したのが、普通に石鹸とかブワーって洗ってドライヤーで乾かしても普通にいけるんやなって。洗濯機じゃなくても OK なやつ知って、思いっきりくしゃくしゃにしてやっても同じもの戻る。うちがお風呂入るときに使ってやる。あ、そうなんです。めっちゃ簡単なんで、これでマジ便利っす。何もやったの。5万。安っ。3000。あんだけ頼んで5万。1人1万で、東京だってめっちゃ安いっすね。確かに。しかもコストでこのリッチでこれっすからね。確かに安っ。あ、もう一回、いや、押してた。頼みすぎってレベルでしたもん、だって今日。